メリークリスマス。今日はクリスマス映画ベスト3を紹介します。忘れないようにいいねと保存をお勧めします。第3位は恋人編ラブアクチュアリー。ノッティングヒルの脚本を担当したリチャード・カーチスの監督作で、ヒュー・グラントら豪華な出演陣の群像劇です。ロンドンを舞台にクリスマス直前の男女19人の恋物語をそれぞれの視点から描くラブストーリーです。点と点のストーリーが最後線で結ばれるくだりはまさに鮮やかです。第2位クリぼっち編ナイトビフォア俺たちのメリーハングオーバー。ジョセフ・ゴードン・レビットら主要キャストとジョナサン・レビン監督が再結集して作られたコメディです。悪友トリオがクリスマスで羽を外しまくるっていう話。まさにハングオーバーのクリスマス版。一人ぼっちのクリスマスはこれで決まり。第1位は家族編ホームアローン。マコーレー・カルキン主演のファミリーコメディ。クリスマスに家族から置き去りにされた少年ケビンが2人組の強盗から家を守るために様々なアイデ